が早く伸びないよ。え、大丈夫ですか？そうなんですよ。もうなんか年のせいかわからないんですけど、髪の毛が全然伸びないんですよ。これどうしたらいいですか、あられさん。あられさん結構なんか髪の毛伸びちゃったりとかしてますけど、これなんか伸ばすコツってあるんですか？まあ言いたくないですがありますよ。言いたくないけどあるんですか？このノリでずっと行く感じですかね。つらい。はい、言いたくないとは思うんですけど、髪を早く伸ばす方法というかコツをちょっと僕に伝授していただけないかなって今日は思ってきたんです。あられ先生、はい、よろしくお願いいたします。任せてください。はい、まず1つ目。お、一つ目ですね。何かあるんでしょう。はい、髪を早く乾かすこと。髪を早く乾かすと髪の毛が早く伸びるんですか、あられ先生。そうなんですよ。なんだろう、はい、それは頭皮の中にある、悪い細菌がいて。悪い細菌が頭皮にいるんですか。頭皮の中にいます。この悪い細菌が髪が濡れてる状態だと増殖します。はい、悪い細菌が増殖しちゃうと大変だ、そう。なので早く乾かすことが重要なんです。なるほど、悪い細菌がじゃあ増えないうちに早く乾かしてしまえば、悪い細菌はあまり増えないということですか。そうです。そうするとなんで早く髪が早く伸びることになるんでしょうか。頭皮の環境が良くなるからです。なるほどなるほど。それで髪を早く乾かすと髪が早く伸びるということなんですね。はい、わかりました。じゃあ今日から髪を早く乾かして髪の毛が早く伸びるようにしたいと思います。思います。2つ目に。お、2つ目ですね。はい、より良い睡眠をとること。より良い睡眠をとること。はい、より良い睡眠をとることで髪の毛が早く伸びるんですか、あられさん。はい、あられ先生、伸びます。すいません。はい、それは、基本的に7時間から8時間ぐらい、7時間から8時間、はい、睡眠をとることと、そう、10時から2時がゴールデンタイムと呼ばれる時間になります。ゴールデンタイム、はい、なんか強そうだな。だなゴールデンタイムが一番髪の毛が伸びやすい時間になります。なるほど。なんでゴールデンタイムが一番髪の毛が伸びやすい時間帯になるんですか。それは女性ホルモンが整いやすくなる時間帯だからです。女性ホルモンがじゃあ髪の毛を育てるということになるんですね。そうです。なるほど、うん、ちなみに僕なんですけど、はい、3時間から4時間しか寝てなかったです。あー、それはまずいですね。すごい、10時から2時だいたい起きてます。ちなみになんですけど、はい、あられさんこれもう数ヶ月で伸びたっていうじゃないですか、うんうん、はい、あられさんっていうのは睡眠時間には何時間ぐらいとってるんですか。いや、そんなにとってないんですよね。ですよね、美容師だし睡眠時間なんて僕と同じ3時間から4時間、まあでもあっても5時間6時間ぐらいですよね。うーん、まあ15時間ぐらいですかね。15時間寝てるの、そんなに。うーん、まあずっこけました。すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次3番目。3つ目は、おー、3つ目、栄養を取ることです。はい、そうですよ。あ、わかりました。これは僕知ってますよ。はい、お腹いっぱいにカレーとかラーメンとかオムライスとか好きなものをいっぱい食べれば髪が伸びるってことですね。違うんですよ、これがまた。どういうことでしょう、アラレさん。重要なのは、はい、タンパク質です。タンパク質、うん、そうですよ、タンパク質ですね。はい、タン
パク質って何ですか？はい、タンパク質っていうのは肉や魚、卵や牛乳や豆ですね。いっぱいありますね。たくさんあります。あ、なるほど、はい、それがタンパク質ということですね。そうです、そうです。それが髪の毛にいいということなんですか？はい、髪に栄養がしっかり入って、なるほど、髪の主成分になるからです、タンパク質が。なるほど。じゃあその魚とか肉とか豆とかをいっぱい食べれば、はい、髪の毛は早く伸びるということですね。伸びます。ちなみになんですけど、はい、あらりさんの、昨日の晩ご飯っていうのを教えてもらってもいいですか？はい、昨日はホットケーキ。タンパク質だね。ホットケーキですね。はい、タンパク質でしたっけ、ホットケーキは。タンパク質のようなものです。ですね。4つ目は、4つ目、アルコールの飲みすぎに注意。アルコールの飲みすぎですか？そうです。いやー、うん、これからビールがうまい時期なんだよな。そうですよね、今。髪のためにはアルコールもダメなんですか、ラリ先生？そうなんですよ。なんでなんだろう。そう、髪の主成分であるケラチンが、ケラチン、そう、うまく働くために亜鉛が必要なんです。亜鉛亜鉛亜鉛のことですか？そうですよ。なるほど、亜鉛、うん、が必要なのか。そう、アルコール の分解にも亜鉛が必要なんですよ。アルコールをじゃあたくさん飲むと、うん、体の中の亜鉛がそこで使われてしまうということですか？うん、そうです。なるほど。そう、ということは亜鉛が体の中からなくなってしまうのか、アルコールを飲むと。そうなんです。まあでもアルコール僕飲みたいから、他に何かこう亜鉛を補える食べ物とか飲み物って何かないんですか？困る。それがあるんです。あるんですか？はい、早く教えてくださいよ。もうビール飲めないのかどうちゃったよ。ではお伝えします。はい、レバー。お、好き。カキ。わ、好き。その2つです。なるほど。じゃあ、はい、ビールと一緒にレバーのカキをいっぱい飲んだり食べたりすれば亜鉛はなくならないから髪の毛は早く伸びてくるということなんですね。まあ食べ方にはちょっとあれですが。いいと思います。ギリギリセーフ。セーフ、はい、わかりました。じゃあ明日からアルコール取りは僕は牡蠣とレバーを一緒に食べたいと思います。そうしましょう。そしたら髪が伸びるかな。伸びますよ、うん、なるほどなるほど。今日はじゃあ髪を早く伸ばす方法を4つあられ先生に教えてもらいました。はい、何でしたっけ4つ、もう1回お願いいたします。はい、まず一つ目は髪を早く乾かすこと。なるほど、乾かそう。はい、2番目はより良い睡眠をとること。とりましょう。3番目は栄養素をたくさんとること。食べましょう。タンパク質が大事ですね。はい、はい、4番目はアルコールの飲みすぎに注意。ビールを飲んでも牡蠣とレバーを食べれば大丈夫と教えてもらいました。はい、じゃあ明日から僕は早速4つの習慣を取り入れて生活してみたいと思います。はい、なので1ヶ月後には髪がこの辺まで来てるかな。伸びてますよ。それでは皆様、もしよろしければ、はい、チャンネル登録、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた、髪伸ばすよ。伸ばしましょう。